こんにちは、秋葉仁です。奈良県に昭和の雰囲気が漂う静かな温泉地があるとの情報をもらい向かっていました。別名関西の軽井沢とも言われている泥川温泉は標高約820メートルに位置する山里で、細い山道をどん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 と登っていった先にあります。トンネルをいくつもくぐり泥川温泉に向かう途中、この辺も温泉街なのか、なんかお店屋さんがいきなり増えたな。え、なんだここ、豆腐だ、豆腐屋さんだ。まもなく左方向、なんだこれ、その先100メートルで右方向です。これ何メートルだろう、これローソンみたいなマークの夜間がついてる、なんだこれ、森倉、なんだ今の、あなたの町のローソンみたいな、100メートル先右方向です。ローションみたいなマークで夜間が真ん中にあった今の、なんだあれなんだ今の。ローソンかと思いきや看板の中心が夜間のマークになっているユニークなお店屋さんを発見し、ちょっと楽しくなってきました。しかしその先はすげえ坂道だな、これ。ありゃー、登れい。登ってよ、お願いだから登ってよ。荷物満載なキャンカーには辛い傾斜が続く山道が。よっ、登れ。エンジンうなってるんだけど、おー、すげえ坂だな。すっげえな、ほら頑張れよ。そして温泉街に入った途端、建物が増え街が広がってきました。だから燃費が悪いんだけどさ、ジェットエンジン300メートル先右方向です。その先300メートル先90メートルで目的地周辺です。あ、もう着くね、目的地周辺。え、この辺が温泉街ってこと？家が出てきた、めちゃめちゃ。え、結構車が止まってるの。右です、右です。鍾乳洞があるのか。あ、ここが泥川。泥川温泉どこだ？目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は1時間50分です。泥川温泉センター、お疲れ様でした。アイドリング時間の少ない運転でした。次回はいいスタートを心がけましょう。ボタンを押してください。これか、温泉ご利用の方は駐車券を必ず受付までお持ちください。とりあえず泥川温泉センターという本日の目的地に車を止め、泥川温泉、あ、でもなんか良さそうなとこじゃん、古そうな、古いの大好き。街並みを散策してみましょう。こんにちは、秋葉仁です。今ですね、泥川温泉というところに来ました。かなりね、山の中をぐわーっと上がってきたんですけど、急に開けたこの温泉街のとこなんですかね、そこへ来ました。で、ここを来た理由っていうのが、なんか結構古い街並みが広がってるというので、それをちょっと楽しみに来たんですが、街並みをですね、ちょっと散策しに行ってみたいと思います。その後にね、温泉に浸かってゆっくりしてみたいと思います。では行ってみましょう。上着着てかないと結構寒くなるかもしれない。肌も寒くなるのに。駐車券持った、持った。でほら、ここにあの温泉セットが
これ今お気に入りのダブダブとか、あとシャンプー、これねパンテーン、まあ、どうでもいいかそんなことで、必ず必需品のこのナイロンの、温泉セット、町を散策しに行く。その前に、あれこれは違うの、あれ男ベンチどこだ、こっちか、ちょっと あれこっちか、やべ、ちょっと髪の毛がヘアスタイル見ないと、ヘアスタイル、あら、これなんか写真があるよ、ほら見てこれ、周りにここだけにバーッと広がってんので、街並みが続くのはどちらかしら、あ、ここ有料道路に入れたくなくて、みんなあれなんだ、路駐してるわけだ、あ、5時だ、5時、これがその温泉街の街並みということだね、あ、これだね、あれだ、ゴロゴロ水、こういうことだね、名水ゴロゴロ水、ペットボトルがいっぱい、ゴロゴロ水のペットボトルがいっぱい、いろんな柄があるんだね、ほら、ちょっと休憩するところもありの、名水、あ、豆腐は美味しそうだね、豆腐はほら名水豆腐だって、ここは何だ、胃腸薬。温泉街に入り、まず目につくのはだらにすけの文字。ここ泥川の歴史は古く、大峰山で修行する方々の登山基地としてにぎわってきました。胃腸薬として絶大な効果を見せていただらにすけ、主原料木肌の皮から万病に効くだらすけの製法を五鬼に伝授したのが始まりと言われています。あ、すげえ、皮がサラサラサラ、下に降りてる人がいる、皮のところに。だ、お知らせが一つあります。雨がポタ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 と降ってきたんですが、え、外はあっちは晴れてて、この僕の上だけが雨雲が黒いのがあるんですが、雨が、すいません、雨いっぱい降ってきちゃったんですけど、どうにかならないですかね。ここが本格的にあれだね、提灯がいっぱいぶら下がってて、ここから本格的にあれかな。その広がりを見せたのは1700年代、その効能から遠く江戸にも送られ売られていたそうな。ほら、みんななんか胃薬ばっかり、腹薬。リスナーさんの中にも常備薬として家に置いてある方もいました。そして次にポツポツ目につくのが喫茶店。あ、いいじゃない、これなんか街並み広がってきたよ、ほら古い街並みがいい感じで。日本名水百選にも選ばれているゴロゴロ水、やっぱの水が美味しいのか、の喫茶店が多いね、もう喫茶店ルナって感じ。すごいね、ここだけに街が出現するんだからね、宿。名水、名水、ほら名水、ちょぼ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 っと、す
げえ、何これ、このこの縁側、いいね、なんかめっちゃいい雰囲気なんですけど、みんなどこもかしこもほらこうやって縁側があってさ、もう休憩しておくんなくちゃ、ほらこのそれでこういうのがあるの、ほらそれでおばあちゃんちの匂いがする。おいしい水で入れたコーヒーの味はきっと最高なんでしょうね。何やらコーヒーのいい香りがしてきました。あ、コーヒーの匂いが、コーヒーの匂いがサイフォンコーヒーだって、めっちゃ美味しそうなんですけど、あらららら、これちょっと暗くなってきて電気が提灯とかに灯ったらすごい綺麗だね。それが写真になってたのか。ほら、ここもすごいよね。うわー、すげえいい雰囲気が広がってる。本当あの提灯に火が灯り始めたらすごくいい雰囲気が出てきそう。あともう開放的な雰囲気とともに、で、あの薬と、ほらこの腹薬とダラニスケ、雰囲気がダラニスケキューピーとかあるんだよ、ダラニスケキューピー本日は売り切れました。何が、あ、お豆腐屋さんだ、お豆腐屋さん、ほら、あ、すげえ、お豆腐屋さん独特の匂いがする。見てこれ、なんだこれ、なんていう旅館、これなんて読むのこれ、紅緑園っていうのかな、ほらすごい、お庭最高、きれい、ほらすごくいいでしょう。あー、これはたまらんの、そうだね、これでだいたい温泉街を抜けたね、ほぼ終わりだね。でもこの区間にこんだけあって、あそこになんか橋がかかってるの、ああいいじゃないね、この辺。じゃあ戻りますか。あ、ちょうどいいお散歩コースだこれは。都内では絶対に見ることのできない風景が広がっている。一泊二日でもかなり楽しめると思うよ。夜は夜の雰囲気出てくるだろうし、ここはたまらんね。ここはもうちょっと暗くなったらすっげえ電気、照明が綺麗になると思う。これ内側にも照明が灯籠みたいのがあるから、ここはたまらんね。この雰囲気と手伝って、いや一回泊まってみたいね。でボーっとする、あここはちょっと来てみたいな。こういう温泉街の街並みってなんか素敵だよね。昔はさ、夜になると下駄履いてカランコロンカランコロンって言いながらね、歩き回ったんだろうけども、でこういう軒先があってさ、ちょっとお茶飲んでたりとかさ、これだよね、まさにまさにこれだと思う。何もない山の中だけど、澄んだ空気と美味しい水、ゆっくりして行ってくださいな。あ、でここが登山口になってんだ、業者さん通りの。こっち行くと登山口と、
だからこの温泉街から外れてちょっと民家のとこの路地を歩いてもきっと素敵なものがいっぱいありそう。うおー、来た。温泉街の必須アイテム来ました。必須アイテム、うわ、いい雰囲気じゃないこれ。すげえ住んでる、めちゃめちゃ住んでる。あ、ほんとだ、ニジマスがいっぱい見えないか。偏光フィルターが欲しいぐらいだよ。ニジマスがいっぱい、めっちゃ泳いでる。よっぽど綺麗なんだねこれ、水が。あ、でここになるとちょっと流れが速い感じ、こっち側だと。川のさ、向こうはすごく静かで、こっち側はさ、こうやってザーッと落としてるから、二種類楽しめるよね。サラサラした感じと、ザーッという感じと、場所によって。で、あそこから川の方へ降りられるんだ、ほら。川の方へ。ああ、ここいいとこだよ。初めて来たけど、このなんか変に近代的になってない雰囲気が。はい、ということでいかがだったでしょうか。なんかね、ぐるーっと一周してきたんですが、街並みとかね、ものすごく雰囲気あるんですよ。で、夜になると、提灯にね、最後ちょろっとだけ提灯に火が灯ってましたけども、あの今時の LED はなくではなくて、電球のねアナログ感もあるので、夜こう街並みをね、こう旅館街を歩いてもかなり綺麗に見えると思います。で、僕はこれからあのこっちのね、泥川温泉の方で温泉に入ってですね、さっぱりしたいと思いますけども、ぜひねここ来て、まあ1泊2日でねかなり楽しめると思いますんでね、機会があったらぜひこっちの方にもお越しください。ということで、ここ泥川温泉からお送りしました。ではまた。はい、ということで温泉入ってきました。いや、めちゃめちゃ気持ちよかったですね。で、内風呂が1個と、それから露天風呂が1個なんですけども、外側の露天風呂はね石造りになってて、で内側の方は木造り、ヒノキで作ったって、床もヒノキになってましたね。若干ニュルッとするので、転ばないように気をつけなきゃいけないんですけど、いやー、すごくね空気もうまいし、ここ温泉、泥川温泉センターというところですね。ここ日帰りなんでね、入浴料が600円ということで、たっぷりと体温まりますので、ぜひ寄ってみてください。で、この温泉のね至るところでこうやって水がトロ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 流れてるんですけど、この旅館街の方に行ってもこのね水がトロ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 流れてるんですよ。で、やっぱりコーヒーショップ多いからね、水がねうまいんだろうね。いやー、いいところでした、ここ。ではですね、ここ泥川温泉のですね、いよいよ夜の散歩に出かけてみたいと思います。この街の明かりが、あ、そろそろ提灯が上見えていくんじゃないか。あ、やっぱり綺麗だね。いよいよ温泉街というか旅館街に入ってまいりましたけども、やはり火が灯ってますね。ここから一気に綺麗な感じになってまいりました。キロちゃん、こんばんは。あ、上のところにも提灯が灯ってます。さあ、明るくなってまいりましたが、すごく綺麗な光が見えてまいりました。やっぱりそういうことだね、そういうことだよ。あ、夜やっぱり見るべきなんだよここは。いや、いいね、すごく綺麗な街でしょう。ああ、ほら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 、まあここですね、ここ、こちら側から見ると綺麗なのかな、この車の前あたりから。あ、これだといい明かりで、ほら、この旅館もなかなかいい旅館が広がっているね。いい雰囲気の、
ほら、すごく綺麗じゃない？これ。こういう昔ながらの木造りの。あらららら。ここもなかなか、あ、松といい感じだね、これ松と。うん、ここずっと開いてるんだね、こうやってほら。すごくいいよね、この雰囲気が。ほら、何もない山の中だけど、澄んだ空気と美味しい水、ゆっくりしていってくださいな。もうこれだよね、まさにね。